はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部へようこそ。それでは今日のミッションやっていきましょう。今日は IPv6 アドレスについてアウトプットを挑戦してみたいと思います。それでは復習になるんですけれども、まずは IPv4 アドレスってどういうものだったのかっていうところを少し話してみたいと思います。 IPv4 アドレスは32ビットで構成されていました。で、32ビットで表現できる数は約43億個なので、43億個の IP アドレスを準備することができました。しかし今はですね、このインターネットの世界がどんどん広がってきていまして、このインターネット人口というのも大きくなってきています。先ほど調べたんですけれども、世界の人口が今約77億人いるそうです。ちょっとびっくりですね、大きい数です。で、この77億人に対して約43億個というのは、目に見えて少ない数だというふうにわかると思います。なので、これからどんどんインターネット人口が広がっていくっていうところを考えると、もっと IP アドレスが必要だねっていうことで、今は IPv6 アドレスを使おうと、いろいろですね、試行錯誤している段階です。では IPv6 アドレスを見ていきましょう。 IPv6 アドレスは128ビットで構成されています。この128ビットで表現できる数は約340万個というような、ちょっと聞いたこともないような数になっています。で、これはですね、128ビットを16ビットごとに8つに区切って16進数で表記しましょうというようなルールがあります。例としては、ここに書いてあるような書き方で IPv6 アドレスを書くことができるんですけれども、それぞれが16ビットずつになっています。16ビットずつを8つに区切って、それぞれを16進数で表記していますということですね。インターネットで利用する一般的な IPv6 アドレスをグローバルユニキャストアドレスというんですけれども、その場合だと上位64ビットをサブネットプレフィックス、下位64ビットをインターフェース ID というような言い方をして、 IPv4 でいうネットワーク部とホスト部みたいな役割を果たしています。それでは IPv6 アドレスの種類から見ていきましょう。ユニキャストアドレスがまずは大きく3つに分かれています。その1つがリンクローカルユニキャストアドレス、これは FE80 のスラ10で表現されているアドレスで、同一リンク内でのみ有効なアドレスです。で、ノードのインターフェースは必ずこのリンクローカルユニキャストアドレスを持っています。このあたりは後の、パケットトレーサーで見ることができますので、まずはこういったアドレスがあるということを、知っておくといいと思います。次はグローバルユニキャストアドレス、これは2000/3で表現されているアドレスで、インターネット上で1位に識別できるアドレスです。これはアイアナから割り当てられます。2から始まっているものを見たらグローバルユニキャストアドレスだなというような感じでもいいかもしれないですね。次がユニークローカルユニキャストアドレス、これは FC00/7で表現されているアドレスで、このアドレスはインターネットには接続することはできませんが、ユーザーが IPv6 アドレスを自由に使うためには、このユニークローカルユニキャストアドレスを使うことができます。はい、今話した内容をまとめたのがこちらの図になっています。まずはインターネットの世界で使われるのはグローバルユニキャストアドレスです。そして内部ネットワークでもこのグローバルユニキャストアドレスを使うことができます。 IPv4 の世界だと、このプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスっていうのを明確に分けて、うまく NAT や NAPT を使って変換してですね、節約していたんですけれども、IPv6 の世界だと IP アドレスが十分にあるので、内部ネットワークでもこのグローバルユニキャストアドレスを使うことができますし、アドレス変換っていう手間がなくなるので、通信速度の向上が期待されるんじゃないかというような言われ方もしていますね。あとは内部ネットワークで自由に使うことができるユニークローカルユニキャストアドレスと、あとはリンク内っていう世界で生きてくるようなリンクローカルユニキャストアドレスというものがあります。ここで少し混乱を招く方もいるかもしれないんですけれども、 IPv4 の世界では一つのニックに対して、一つの
IP アドレスが振られているようなイメージだったと思いますが、 IPv6 の世界では一つのニックに対して今話したような複数タイプの IP アドレスを割り当てることができます。なので見え方としては一つのニックに対していくつか IPv6 のアドレスが割り当てられているように見えます。そこで少しですね混乱を招く方がいるので、ここでしっかり認識しておいてください。では次ですね、マルチキャストアドレスです。これは一体他グループの通信に利用されます。 IPv6 の世界ではブロードキャスト通信というのが廃止されました。なので IPv6 の世界でブロードキャスト同等の役目を果たしているのはこのマルチキャストアドレスです。次はエニーキャストアドレス。これは IPv6 特有のアドレスだと思うんですけれども、インターフェースの集合に割り当てることができるアドレスです。エニーキャストするパケットはその集合の中で一番近いインターフェースに送信されます。イメージとしてはこの下に書いてあるナズですね。サーバー2台に対してエニーキャストアドレス、同じエニーキャストアドレスを設定してあげます。そうするとクライアントがそれぞれ通信してくるんですけれども、それぞれ近い方のエニーキャストアドレスに向かって通信しますよっていうようなアドレスです。これがエニーキャストアドレス。あとは IPv6 パケットの構造も簡単に理解しておきましょう。今までと同じようにヘッダーとペイロードがあります。でよく試験で聞かれるのはこのヘッダーのところの IPv6 ヘッダーです。ここが固定長であるっていうところと、あとは40バイトっていうところは覚えておくようにしておくといいと思います。はい、それでは最後にポイントを簡単にまとめておきましょう。 IPv6 では一つのニックに複数タイプの IP アドレスを割り当てることができる。これはとても大事です。あとはですね、IPv4 の世界であった ICMP というプロトコルは ICMPv6 に統合されています。あとは IPv4 の ARP というプロトコルは IPv6 でいうと ND、ネイバーディスカバリーがそれ相当の役目を果たすようになっています。あとは IPv6 の世界ではフラグメントが禁止されています。そうなると MTU 探索の機能がとても重要になってきます。ただこの MTU 探索は ICMP を利用するので、ファイアウォールで ICMP の拒否設定などしていると IPv6 通信ではトラブルが起こる可能性がありますので、しっかりですねこのあたりも注意して設定する必要があります。あとはアドレスの自動設定ですね。これは2種類あって、ステートレスとステートフルがあります。ステートレスを使うとDHCP サーバーでは管理しなくても良くなります。ルーターの持っている情報と自身が持っているニックの MAC アドレスをうまく使って設定することができます。もう一方はステートフルですね。こちらは DHCP サーバーで割り当てる IPv6 のアドレスを管理することができます。あとはキーワードとしてデュアルスタックという言葉も覚えておくといいかもしれません。これはネットワーク上のノードがIPv4 と IPv6 両方の通信に対応している状態です。今は IPv4 と IPv6 が両方ですね混在している世界なので、うまく通信に対応する必要があるんですけれども、 IPv4 と IPv6 は互換性がないので、それぞれですね両方に対応している必要があります。それがデュアルスタックという状態です。それでは実演いきましょう。パケットトレーサーを使ってIPv6 アドレスを使って疎通確認というのをやってみたいと思いますので、パケットトレーサーの方に移動します。はい、それではパケットトレーサーの画面に移ってきました。今回はとても簡単なネットワーク構成になっています。 PC1 と PC2 がそれぞれつながっているだけというような構成ですね。では PC1 からまずは IPv6 のアドレスの情報を見てみましょう。コマンドプロンプトを立ち上げて確認するためにはipconfig すら all で大丈夫です。はい、そうするとリンクローカル IPv6 アドレスというのが設定されていることがわかります。このアドレスは私が手動で設定したわけでも DHCP サーバーで割り当てたわけでもありません。これは勝手にですねこのコンピューターがリンクローカル IPv6 アドレスを割り当てています。割り当て方はここの MAC アドレスに注目していただきたいんですけれども、この MAC アドレスをうまく使ってこのリンクローカルアドレスというものを作っているんですね。よく見ると共通しているところが多いですよね。 A03335 とか A03335、
まあ、このように MAC アドレスはそれぞれのニックが個別に持っているものなので、この MAC アドレスをうまく使ってリンクローカル IPv6 アドレスというものを使っています。それでは PC1 の方も見ていきましょう。 PC1 の方のリンクローカルアドレスは何かというと、一応見てみましょうかね。 ipconfig/all です。はい、そうすると PC1 のフォームにもリンクローカル IPv6 アドレスが割り当てられていて、末尾は FEA2E4D4 みたいな、こんなアドレスですね。はい、それでは疎通試験ということで、この PC1 から PC2 のIPv6 アドレスに向かってピングを打ってみましょう。はい、ではピングを打ってみます。はい、そうするとこのように IPv6 アドレスから応答のパケットが返ってきます。このようにピングも今までの IPv4 と同じように、ここのアドレスを IPv6 に変えてあげるだけで疎通確認ということはすることができますので、ぜひお時間ある方は IPv6 への疎通試験などもやってみると勉強になると思います。では最後に IPv6 が持っているループバックアドレスへのピングも打ってみて終わりにしたいと思います。 IPv6 の場合はコロン1ですね。これが自身を表す IP アドレスになるので、ここに向かって打ってみるとこのように疎通確認することができます。まあ、これを打つことによって自身の端末の IPv6 での疎通ができるかというのを確認することができます。はい、それでは今日は IPv6 についてアウトプット挑戦してみました。今日の動画いかがだったでしょうか。この動画良かったなと思う方はぜひぜひ高評価やチャンネル登録してもらえるととても嬉しいです。では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。